元素。元素、元素は古代から中世においては万物、物質の根源をなす不可欠な究極的要素を指しており、現代では原子が物質を構成する具体的要素を指すのに対し、元素は性質を包括する抽象的概念を示す用語となった。科学の分野では化学物質を構成する基礎的な成分、要素を指す概念を指し、 これは特に化学元素と呼ばれる。化学物質を構成する基礎的な要素と万物の根源をなす究極的要素としての元素とは異なるが自然科学における元素に言及している文献では混同や説明不足も見られる。古代から中世において万物の根源は仮説を積み上げる手段で考えられその源にある不可分なものを 元素と捉えていた。ヨーロッパで成立した近代科学の成立以降、物質の基礎単位は原子とする理論が構築されてからは、原子は物質を構成する具体的要素、元素は性質を包括する抽象的概念というように変わった。原子は構造的な概念であるのに対して、元素は特性の違いを示す概念である。具体的には、 核元素の際は、原子番号すなわち、原子核に存在する要子の数、各種で区分される。したがって中性子の総数により、質量数が異なる、同位体も同じ元素として扱われる。これに対し原子は中性子の個数を厳密に捉える。したがって、元素とは、原子の集合名詞ということもできる。原子の増減によって生じる状態であるイオンは、 原子が電荷を帯びた状態として考えられる。英語エレメントは根本にあるものを意味する。他の用例では電気回路の素子も同じ単語が用いられる。いろいろなものが一体何からできているのかという疑問と考察は用の東西を問わず古代からあり、物質感、自然感、世界観と関連づけながら、それぞれの文明圏で体系がなされた。それらが火、水、土など、 自然現象から抽出された少数の元素であり、宗教と関連付けられることもあった。物質の根源が現在に似た方向で体系づけられたことは、アイルランドの差哲学者、ロバート・ボイル、1627年1691年に始まると言われる、彼の考え方が後の科学者に共通認識として広がることになった。彼は実験、測定、分析を重視し、 それらの結果から、これ以上細かく分けられない物質を元素と定義した。以後、様々な考察とそれを裏付ける実験が行われ、元素を粒子として捉える今日の元素間及び、原子論が確立された。元素の性質は災害核電子、値電子に大きく影響されるため、同様な性質を持つ元素は、元素の属、元素群として、周期表においても、属、 周期表の列や系列としてまとめられている。現在、元素は118種類の存在が確認され、いずれも国際純正、応用科学連合、IUPAC により正式名称が与えられている。なお、元素は173番目まで存在可能との説も唱えられている。古代中国における物質の根源に関わる思想は、 周代の紀元前11から4世紀頃には体系づけられた。収益は自然現象は天根、流水、火、雷、風、水、山、地の8つの基本に対し、これと音名思想の根源である単位思想、影と陽が組み合わさったものとみなした。物質の根源要素には、木、火、土、金、水の5つを基本物質である。 元素と考える五行思想を置き、これに陰陽が関わり宇宙のすべてが成り立つと考える、陰陽五行思想を構築した。この思想を基礎に、未来を予想する方法が発達しやスポーとなった。また道教にも取り入れられ、成立した、陰陽道は日本にも伝わった。古代インドにおける、根源論には、コウパニシャットに登場する、ウッタ・アラカ・アールニの思想、U、ウ。 SAT の哲学に組み取れる。彼の思想には、すべてのものは微小なアートマン、画だと言及する部分がある。具体的な根源物質感は、パーリ五教典共造、オサベの社門家業に見ることができる。ここで述べられている考えは、紀元前五世紀前後の釈迦と同時大臣と伝わる思想家集団である、六重銅たちによって形成された古代、インド原子論である。 アジタケイサカンバリンは存在を構成する物質元素は地、水、火、風の四大であるという論を主張した。また、パクダカッチャーヤナは生命は絶対的な地、水、火、風、楽、苦、命の七つの要素から構成されていると説いた。彼らの思想はカッチャーヤナの物を切る剣はこの要素の隙間を通るという言葉に表される通り元素を あぬ、微笑なもの、パラマヌ、極限まで微笑なものと説明しており、これらが、漢語において、極微と訳されることから、極微論ということができる。インドの極微論は六波哲学や宗教に、引き継がれていった。ニアーヤ学派、バイシエイシ科学派が四つの元素に対応する四つの、極微、原子を想定したのに対し、六死道の一人マハービーラが創始したジャイナ教では、初期の頃、 極微に種類を設けなかったと考えられる。しかしジャイナ教も、やがて、食、味、香、色という性質と、霊質、霊感、熱質、熱いぬいという現れ方があると考えるようになり、複数の極微を想定するようになった。仏教においても、万物の構成要素として、地、水、火、風を、次第、または、次第詞という考え方がある。 ただしこれらにはそれぞれに、形、象徴、色、機能といった二体的な特徴を持ち、様々な現象、ルパ、色の根本という抽象的解釈で語られる。この概念は拡大して、空を加えた五代マウアラかきや、さらに、式を加えた六代へと発展し、観念的、哲学的な思想へと意味を変化させた。 これらは中国の五行思想ともども近代的な物質要素の科学にはつながらなかった。西アジアやヨーロッパでも古代、エジプトやメソポタミアなど高度な古代文明が発達したが、これらからは物質の根源に関わる記録が発見されておらず、唯一古代ギリシアにおける思想が伝わっており、この考え方は長くヨーロッパで受け入れられた。この時代の哲学者たちは、 万物のあらゆる生成と変化の根源にある原理を、ある系、アーカー呼び、これが一体何なのかを論じた。タレス、紀元前624年、紀元前546年頃は、氷や水蒸気などの層を持ち、固い岩も風化させる水がある系だと論じた。これは正しくは、水のような流体性を持つものが根本物質であるということ指している。 タレスの孫弟子にあたるアナクシュメネス、紀元前585年頃引く、紀元前525年頃はこの考えをさらに深め、アルケイは空気だと置き、これが濃くなれば、風や雲、やがて水や岩などに変化すると述べた。ただしアナクシュメスの主張は、タレスと同じく流体性が根本にあるとみなし、生物の呼吸などを含めアルケイを的確に表すものとして空気を示している。 同時代には根源を日として万物は流転すると述べ、火が変化して空気や水、または土などを生成すると述べるヘラクレートスも現れた。ただし彼は言う日も基本物質ではなく闘争原理を指す。これらは一つの原理で自然界の多様性を説明する方法論であった。これに対しパルメニです。紀元前500年頃引く没年不明やゼノン。 紀元前490年頃引く、紀元前430年頃らエレア派は、あるものの普遍、不動性を解く立場から、単一の原理と、その変化で多様な世界を説明することは、誤りという主張を行った。このエレア派の論理に矛盾せずに、自然の多様性を説明した学者が、エンペドクレス、紀元前490年頃引く、紀元前430年頃であった。 彼は、ある系が一つではなく四つの理像また、ね、の物質の意で、今日の元素と区別して、四大元素と呼んでいるから成立すると述べ、その四大元素は、火、空気、水、土、と器、き、神聖も消滅もしないこれらが離散、集合して、多数の元素や、自然界の出来事が成立していると提唱した。ピタゴラス、紀元前百八十年頃引く。 紀元前500年頃は、万物は数であると述べ、四大元ソロンと当時発見されていた、聖多面体を対応させ、火、土、水、空気が、聖四面体、6.820と置き、後に見つかった、聖十二面体は宇宙を表すと主張した。プラトン、紀元前427年、紀元前347年は四大元ソロに、階層的な概念を導入し、土が、 正六面体で最も重く、他の理蔵股は三角形からなる、正多面体で、木は最も軽い理蔵股であり、これらは、それぞれの重さに応じて運動した外に入り混じると、考えた。これは、物体は、物体でしかないという彼の主張から導き出された。なお、プラトンの作かどうか疑問視されている著書では、四つの理蔵股に加え、天の上層を構成するとして、 アイテールがシるべされている。彼に続く一派は物質の多様性を説明するためにイデア論を基軸に置き三角形がイデアを示す形であり、これは分割ができないものという極微論に似た主張を行った。紀元前350年頃、アリストテレスは無限を考察する際にこれを否定する論述の一つにおいて有限個数の4大元素論を用い、 四つの理想タは相互に反対の性質を持ち、もし無限が存在するならば世界はどれか一つの性質で満たされてしまうと述べた。また、天体論において天井にのみ存在し円運動をするアイテールを直線的に動く四つの理想タの上位として立てた。アイテールを古源とするアイテールは、後の自然学における第五元素、ラテン語のクインタエスセンチア、なお、 英語のクインテセンス、神髄の意の語源でもあるとされ、宇宙を満たす倍質エーテルの構造へと繋がっていく。アリストテレスと同時代のデモクリトスは、無から発生し、再び消滅する究極微粒子、アトムから万物が構築され、その構造的変化が物性の変化となると論じたが、彼のアトム論は発展を見ることはなく、ヨーロッパにおいては四元素説が、 スコラ哲学へ継承されていくことになる。ギリシア哲学の元素論は中世ヨーロッパに直接伝わらず、エジプトやアラブ世界を経由して、錬金術に組み込まれた。ここでは、経験的技術の蓄積や、実験手段の洗練化が行われたが、非金属から貴金属を作るという目的と、成果が秘匿されたために情報が孤立する傾向にあり、元素の探求にはあまり寄与しなかった。 その中で、ジャービルイブンイコール、ハイアーン、721年 ?815 年ギャッパラケルスス、1493年から1541年が唱えた根源物質としての三元素が伝わっているが、これは、硫黄、水銀、塩を指した。この三元素の内黄と水銀は単体だが、塩は化合物の塩化ナトリウムであり、 今日的な元素概念からすれば意味はない。ただし、この三物質はそれぞれ共有結合、金属結合、イオン結合という化学結合の主な三種類に対応している。しかし、ジャービルがこれを意識していたかどうかはわからない。物質の根源は何かという問いを改めて定義した人物がアイルランド生まれのロバート・ボイル。 1627年から1691年である。彼は著作、解任的科学者にて、試作だけに頼った古代ニリシアの元素論批判し、実験を重視して元素を探求すべきという主張を行った。また彼は元素に、これ以上単純な物質に分けられないものという、粒子説の定義を与え、さらに元素は古代的考えの4から5個では収まらないという、 先見的な予測を示した。ボイルの主張後、実験によって様々な不可分なものの探求が行われた。アントワーヌ・ラボアジエは1789年の著作、科学言論にて、当時見つかっていた33種類の元素をまとめた、表を再録し。ただしその中には、熱素や光があった。また化合物であるマグネシアやアルミナなども含まれて、いたが、これは、 当時の実験技術の限界によるもので、ボイル以来の考え方そのものは正しかった、と斉藤は解説した。ラボアジエの質量保存の法則や、ジョゼフ・ブルーストが1799年に発表したテーピレーの法則をもとに、ジョンドルトンは1801から1808年に執筆した一連の論文で原子説を唱えた。これは、物質の根元は原子、アトムであり、 これは元素の種類に対応するだけの数がある。同じ原子は質量や大きさが同一で異なる原子はそれらが一致しないと述べ原子量の概念を提示した。さらに物質は同じ原子の集まりである単体と異なる原子の集まりである化合物があるとし、窒素と酸素からなる五つの化合物を示してこれを証明した。この理論は内包した。 矛盾点を、ジョセフ・ルイゲ・ゲイイコール・リュサックの、気体反応の法則やアメデオアボガドロの、アボガドロの法則などが修正し、広く受け入れられるようになった。古代から知られていた単体の種類は貴金属や、炭素など11に過ぎなかったが、17世紀以降には、実験を通じて様々な単体が得られ、その数に応じて発見された元素の個数は増えた。17世紀にはリンなど3種、 18世紀には水素や酸素からウランを含む13種、19世紀には56種の元素が見つかった。20世紀には自然界に存在する元素の残り5種類に加え、人工放射性元素が15種類合成された。このような元素の増加に伴い、特性に応じた分類や系統立てが行われた。ラボアジエは化合物の性質から金属元素、土類元素、 非金属元素の3種類の区分を提案した。さらに、測定精度が高まった原子量を重視した並びから規則性、周期率を見出そうとする試みも提案された。そして、1869年にドミトリ・メンデレーエフが提案した周期表は改良を重ねて原子化重視した特徴で並べられ、当時未発見の元素を予言するなど宣伝された系統表として、 広く認められるようになった。19世紀には核元素の発見が相次ぎ、それぞれの特徴が把握され蓄積されたが、このような性質がどのような原理で生じるかは分かっていなかった。そして核元素は不変だと考えられていた。しかし19世紀末から20世紀初頭にかけ、放射性元素と放射能が発見され、アルファ崩壊が確認された。 これによって一部の元素は原子量を低くする方向へ分裂することが判明した。アルファ崩壊発見などで業績を残したアーネスト・ラザフォードは原子核を発見し、1911年にラザフォードの原子模型を提唱した。これにニールス・ボーアは量子仮説を加えてボーアの原子模型を発表した。これによって基本的な原子の構造や周期率が生じる。 理由などが説明され、元素は原子という構造を持つ物質として知られようになり、その研究は科学から物理学の素粒子物理学分野へと発展していった。1911年、ラザフォードは窒素にアルファ線を放射して、水素イオンとその時は検出されなかったが酸素を作り出し、低原子量の元素を転換させることに成功した。1920年代からは、 様々な元素を人工的に変える実験が行われ、粒子加速器も発明された。これらから低減資料の元素変換には高いエネルギーが必要になることが判明してきた。1932年には以前から存在が予測されていた中性子が発見され、これを用いた実験を通じて半減期が短く、基本的に地球上には存在しない人工放射性元素や 超乱元素が作られるようになった。さらにこの実験を通じて1938年には核分裂が発見され、人類は原子力エネルギーを手にすることになった。元素を表すには元素記号が使われ、これは原子や分子を表すためにも用いられる。例えば、水は元素は酸素 O と水素 H から作られ HO と表記される。 これら元素の表示方法は、ラボアジエが命名法を定義した。元素記号はドルトンから始まり、多くの原子量決定にも貢献したイエンス・ベルセリウス、1779年から1844年によって定められた。元素名の日本語表記については、学術用語集科学編に定められている。原則として IUPAC 名を化合物名日本語表記の原則の 化合物名の字役標準表の規則に、従いアルファベットの綴り字機械的にカタカナと置き換えて日本語化する訳字。それゆえ、必ずしも発音に忠実なカタカナ表記にはならない。また、学術用語集の初版性定時にすでに日本語化しているものと、 すでに英語以外の言語をもとに訳字された用語は、そのまま固定するように定めたので、英語以外の言語を語源とする日本語表記も存在する。次に示す。なお、日本語表記されている元素の中には、フッソ、フッソなどのように漢字表記はあるものの、使用している漢字が、東洋漢字、現在の常用漢字に含まれていなかったために、学術用語ではカタカナ表記にしているものもある。 20世紀前半、宇宙には始まりがなく、宇宙の大きさは無限だと、ほとんどの科学者によって信じられていた時に、ジョルジュルメートルが、宇宙は原始的原子、プライミベラッテムの爆発で始まったとするモデルを提唱した。ジョージ・ガモフがその理論を発展させるが、ビッグバン理論、この理論が提唱された当初、この理論はほとんど誰からも信じられなかった。 1950年代でも支持者は少なく、フレットホイールからも激しい反論がされ、議論が起きたが、どちらの理論が正しいか判定しようにも、天文観測の世界で最先端施設であり、理論を塗り替える役割を果たしていた、ウィルソン山天文台ですら、判定に必要な観測データは1920から1930年代に、集められた精度の低いものしか持っておらず、 本当のところ一体どちらの理論に異文があるのか、観測データに基づいて判定できるような状態ではなかった。将来観測を行うことで得られるであろう、より精度の高いデータに、この議論の行方がかかっているような状況だった。ところで、同理論で、ジョージガモフは、初期の宇宙は、すべてが圧縮され、高密度だった上に、超高温度だったとし、 宇宙の膨張の始まりを一種の熱核爆弾の火の玉だと捉え、創造の材料が爆発の場で、連鎖的に起きる核反応によって、現在の宇宙に見られる様々な元素に転移したのだ、と説明した、これらの材料のことをガモフは、と呼び、それらは陽子、中性子、電子、ガンマ線の高密度ガスなどだ、とした。従来通りの定常宇宙論を支持する、 フレットホイールの方はライバル理論であるビッグバンモデルと競うためには自分の理論の方も炭素、酸素、金、鉄、窒素、ウラン、鉛などの元素が存在するに至った起源を説明しなければならないということを意識するようになりビッグバンがなくても元素が創生されたと説明することができることを示そうと星、天体では ありと、あらゆる各種変換が起こっているとする考え方を提唱した。ホイルはこの考え方を支持する証拠を得るために1953年に、カリフォルニア工科大学ケロック放射線研究所、ケラグラジエーションラブに赴いて、所長のウィリー・ファウラーの協力で、泡箱を用いて3個のヘリウム原子核の衝突による実験を成功させたのであった。だが、 1965年に宇宙マイクロ波背景放射が発見され、その解釈や説明のための議論が科学者らの間で進められるようになると、徐々にビッグバン理論の方を支持する科学者の割合が増えていくことになり、定常宇宙論の方は徐々に支持を失っていくことになった。その後も様々な観測データが出されるたびに、ビッグバン理論の方はますます支持者を増やし、 ほとんどの科学者から支持されるようになった。現在、ほとんどの科学者から支持されていると言ってもいい。ビッグバン理論では、宇宙開爆では、非常に高いエネルギーの解放が起こり、ビッグバンと呼ばれる大爆発とともに、急速な膨張を聞こながら、温度を下げ、エネルギーが手にして、すべての物質が生まれた、というのである。近年の物理学者の説明によると、 ビッグバン発生直後は高エネルギーのみで宇宙は満たされていたが1秒経過後には温度が1000億度程度まで下がり陽子と中性子が生成されこの時点では電子やニュートリノと反応を起こして陽子と中性子は双方向に変化しつつ平行状態にあったとされるしかしこの環境下では陽子と電子が反応するにはエネルギーを要するのに対し中性子は電子と 半電子ニュートリノを放出して、容易に陽子へと変化した。そのため、膨張による温度低下とともに、相対的に陽子の数が多くなってゆく。100秒ほどが立ち温度が100億度前後まで下がると、陽子と中性子が結びつき始め、重水素の原子核が生成され始め、さらに質量数4のヘリウムウェイチへ原子核反応を起こす。 ヘリウム原子核を構成すると中性子は安定し崩壊は起こらなくなる。この合成が進行した頃、陽子と中性子の個数比は7対1であったため、陽子が大量に残り、これが水素となった。宇宙がさらに冷えて電子を取り込み元素となった際、この陽子と中性子の差から水素とヘリウムの個数比はほぼ12対1となった。これらビッグバンにおける元素生成は、 約10分間で終了したと言われる。ただし、ビッグバンで生成された元素には、微量のリチウムも存在したと考えられる。高エネルギー下で元素が生成される際、若干ながら、ミエスイソ H やヘリウム 3HE が生じ、これが HE と核融合することがあり、これが質量数7のリチウムの同位体となった可能性が指摘された。 宇宙誕生直後に生まれた非常に古い第一世代の星を観測すると、構成内での核融合や外部からの元素取り込みがないため、A、元素はほとんど観測されないが、優意なリチウムの含有が確認された例があり、これはビッグバンで生成された元素だと考えられている。ただし、理論と観測ではその量に差があり、ビッグバン理論には修正が求められる可能性がある。 ほとんどが水素かヘリウムであったビッグバンで生成された元素はそのままでは宇宙の中に散ってしまっていたがやがて密度が高い領域で集まり高温高圧となった部分が第一世代の構成となりかく融合反応が始まった最初の構成はビッグバンから2億年後に生まれたと考えられている構成の中では陽子陽子連鎖反応によって水素陽子が ヘリウムへ核融合を起こし、これによって生じるエネルギーで輝く星を主系列性という。なお、構成内で炭素、窒素、酸素を媒介に、陽光がヘリウムへ変化する区のサイクルもエネルギー発生のメカニズムであるが、この反応では炭素などの元素は基本的に増加しない。構成は水素を消費しながらエネルギーを生じるが、それが進むと、 中心核にはヘリウムが溜まり、水素の核融合反応は核の周辺部で行われるようになる。そしてある程度のヘリウムが蓄積され温度が1億度に達すると、中心核でヘリウム3個の核融合であるトリプルアルファ反応が起こり、炭素が生成されるヘリウム燃焼過程。比較的軽い星では膨張し赤色巨星となり、やがて星間ガスとして、 元素を放出しながら白色矮星となる。質量が太陽の3倍程度までの構成では、核融合反応で生成される元素は炭素止まりだが、より大きな星では核に溜まった炭素や酸素を使う。反応、炭素燃焼過程や酸素燃焼過程へ進み、ネオンやケイ素等を経て、最終的に鉄までが生成される。安定した鉄の原子核は、 電気反発力が強く核融合を起こさないため、構成の中心部ではエネルギー発生が止まる。この段階で、構成は鉄を中心に外側にだんだんと軽い元素が多層をなし、玉ねぎのような構造となる。これが超新星爆発を経て放出される。構成内の核融合反応では、鉄より重い元素はほとんど生成されず、ごくわずか生じてもすぐに分解してしまう。これらは、 原子核が電気反発力を生じない中性子を獲得するという全く別の方法でジルがそのような反応が可能となる場所は限られる。一つはすでに鉄などの重い元素を含む第二世代の構成内でありもう一つは超新星爆発の瞬間である。太陽よりやや重い程度の構成中質量性では中心部の核融合で生成される元素は炭素までに 止まるこのような星の晩年にはメカニズムははっきりわかっていないが、むき出しの中性子が生、第二世代性がもともと含んでいた重元素がこれを捕獲する。すると、同じ陽子の数ながら中性子数が多い同位体となる。これが不安定な同位体となると、中性子が β 崩壊を起こして陽子に変化し、原子番号が一つ多い元素へ変化する。 この反応が繰り返され、鉄よりも重い元素が生成される。抽出量性の内部では比較的中性物数が少なく、捕獲とベータ崩壊が順次繰り返される。これは、遅い過程、S 過程、S プロセス、S はスローの略と呼ばれる。この過程において、中性種捕獲は数万年から数十万年に一個であり、ビスマスまでの茂ゲ素を生成すると考えられる。 遅い過程に対し、中性指数が多く β 崩壊の機会を与えない環境が超新星爆発である。太陽の10倍以上の質量を持つ恒星では、その末期になると中心部に中性子の塊が形成され、やがて重力崩壊による大規模な爆発を起こして終焉を迎える。この E 型に分類される超新星爆発の際も中性子が発生し、 構成内の元素に中性子捕獲を起こす。しかもこれは数秒間という短い時間に大量の中性子を供給し不安定な同位体に β 崩壊を起こす暇を与えず質量数をどんどん増やす合成を行う。そのため高質量数となった同位体は宇宙空間へ放出された後に崩壊すると原子番号が高い元素へ変換される。これは早い過程。 R 過程、R プロセス、R はラピットの略と呼ばれる。この過程では観測からウランより重いカリフォルニウムの生成が確認されている。しかしこのメカニズムも不明な点が多い。過程の詳細は判明していないが、他にも元素合成を起こす宇宙の現象がある。質量が太陽程度の構成が中性死亡と連生になっている場合、その質量が 太陽の約1.4倍になるとやがた超新星爆発を起こし、重い元素が生成される可能性が指摘されている。また、中性子星同士が衝突した際にも元素合成が生じるとの指摘もある。構成を舞台に元素合成する理論だけでは説明できなかった地球上に存在する金や白金などの量について、イギリスのレスター大学とスイスのバーゼル大学の 共同チームは、スーパーコンピュータを用いて試算し、中性子母子同士が衝突することで生成、放出される説を発表した。元素の分布には、偏りがあり、その存在比は範囲によって、大きく異なる。この比率構成は、元素構成比と呼ばれる。宇宙の元素構成比は、宇宙論により推定され、隕石分析や星の光のフラウンホーファー線解析、 および宇宙船調査など天文学的観測により、裏付けられる。ただし、宇宙の大きさが確定していない現在では、核元素の絶対量を決定できず、存在比のみが推計されている。これは1956年にスースユーリー図表として発表され、1968年にデータの更新を受けている。これによると、ビッグバンで生成された水素に次いで、 ヘリウムの存在比が多く、それに比べて、リチウム、ベリリウム、ホウ素の比率は極端に低い。炭素以下はほぼ原子番号の増加とともに比率が下がっていく傾向を持つが、特徴的な部分は、原子番号偶数の元素が隣り合う奇数の元素よりも存在比が多いところに。あ、また中性子捕獲による元素合成では、原子核に存在する数によって安定する。 中性子の魔法数が影響を及ぼす。これは中性子数が50、82、126等になると、さらに中性子を捕獲して、原子量を高める反応が鈍くなるもので、結果的にこれらの中性子数を持つストロンチウム、ヨーコ、中性子イコール38、50、バリウム、56、82、鉛、82、126元素が比較的多くなる。 地球全体の元素構成は、コアやマントルを直接調査できないため、隕石、コアとしての隕鉄、マントルとしてのアコンドライトの分析や、地震波から、各層の断性率、密度等の解析を組み合わせて押される。これによると存在比で酸素が、最も多く、宇宙に多い水素やヘリウムの比率は低い。金属類も多く、ケイ素、マグネシウム、鉄などが上位を占める。なお、 硫黄は硫化鉄上で広範囲に分散しているため、存在比がはっきり分かっていない。地殻を構成する、重たる元素は、古典的な研究成果として、質量比で示される、クラーク数が広く知られている。酸化物として地殻に、水として水圏に、そしてガスとして大気圏に存在する酸素が、全球の材比と同じく最も多い。違いは、マグネシウムやニッケルが少なく、 水素やナトリウム及びアルミニウムが多い点がある。人間の体を構成する元素は水を作る水素と酸素が圧倒的に多い。その存在比は海水との相関性が指摘されている。ただし唯一の例外はリンであり、また人体は微量ながら酵素の活性に必要な微量元素が使われている。鉱物学において 単一の元素あるいは合金からなる鉱物のことを元素鉱物、元素鉱物という。元素鉱物は金属、銅、白金、鉄、金、銀、半金属、非素、非金属、硫黄、炭素の3グループに分けられる。単体のものは元素名と区別するため、自然、ネイティブをつけて、自然金、ネイティブゴールド、自然草園、ネイティブビスマスなどと呼ばる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。